縁明る、ギアホーグーズ軸身代中期の画家アホーグーは、旗の始皇帝、現在のアホーグー村に建設した宮殿である。旗帝国の首都であった関陽からは、伊水を挟んで南側に位置していた。現在の先制小西安市、三奥の西方1 3トルのアホーグー村から遺跡が出土している。アホーグーを建設した始皇帝始皇帝が天下を統一し、 旗の領土が広がり、関陽の人口も増えると、かつて高校の建てた関陽の宮殿は手狭になった。そのため、始皇帝は、伊水の南にあたる看板屋支援に、朝宮を建てる計画を立て、阿坊の地にその前殿を作ろうとした。受刑者70万人余りが動員されて、前殿と離山領の建造にあたらせた。阿坊軍は、紀元前219年に着工し、 始皇帝の死後も工事が続いたが、旗の滅亡によって未完のままに終わった。アホーグルの名称は当時の人々が地名にちなんで呼んだものという。あるいは宮殿の形が東屋方ヤカタであることからアホーグルと名付けられたとも言う。あるいは宮秋方方であることからアホーグルと名付けられたとも言う。アホーグルの規模については諸説がある。 その天井には一万人が座ることができ、殿下には高さ五条の旗を立てることができた。都の外には、柵木を立て、廊下を作り、これを周波せしめ、南山に至ることができ、福道を作って、阿坊から伊水を渡り関陽の宮殿に連結した。これは、天極星中の角道なる星が天の川、すなわち、天の川を渡って、栄室星に至るのにかたどったものである。なおも、 諸宮を作り、館中に三百、0館外に四百余、よ、陽付近百里内に建てた宮殿は二百七十二達した。このために、民家三万戸を、理由に五万戸を組むようにそれぞれ移住せしめた。各六国の宮殿を作りし、六国の秘品をことごとくこれに配し、旗の宮殿を作って、真の華麗をこれに当てた。そこで、蝶の声、縁の痩せ、暮の姫。 腰の女などそれぞれ美を競って、朝歌夜弦、三十六ーコンべてこれ春の光景を、ここに現出せしめた。東大詩人の土木、阿宝偶夫に歌われたのは、必ずしも誇張ではない。なお、四季、皇婦本義に、皇雨が関容に入り、旗王子栄を殺害すると、旗の救出は焼き払われ、三ヶ月間にわたって、火が消えなかったとする記述があり、 この時アホーグーは消失したものとみなすのが長らく通説であった。しかし2003年に幸運によって焼かれたのは関陽宮であり、アホーグーは焼かれていないとする新説が公表された。これが事実であれば、アホーグーは新王朝の滅亡後も関王朝によって使用されていた可能性が高いと言える。アホーグー遺跡は1961年に 中華人民共和国全国重点文物保護単位の第一次全国重点保護文化財に指定された。日本の食用菊の品種の一つにアホーグルと名付けられたものがある。四季、旗はじめ公本義志向三十五年の上に志向も、ため官用人、王の、専王の宮廷賞とある。四季、旗はじめ公本義志向三十五年の上に、イングルと経営者七十四万人。 の文作アホーグー、ある作り算とある。四季六国年表、四季、旗はじめ公本義二0二年の上で評査、質、利子、評価が、アホーグーの造営中止を古外に訴えて拒否されている。四季、旗はじめ公本儀思考十五年の上に、作具は法、古典会議のアホーグーとある。四季作品、旗はじめ公本儀、三タスク構図新宮、四季、旗はじめ公本義は、 アホーグルの規模を東西五百歩、南北五十条とする。また、四季、まさ書院、サンタスク休時は東西三里、南北五百歩とする。さらに、サンタスクコーズ新宮は東西五十歩、南北五十条とする。水系中伊水書院、寒中期は東西千歩、南北三百歩とする。環状海山伝は東西五里。 南北戦法とする。幸運は阿坊宮を焼き払っていない前田の発掘調査で明らかに。ありがとうございます。